4月20日土曜日朝10時15分に配信されてますこのニュースご覧いただきたいと思います。物価上上上昇継続で追加利上げ日銀上田総裁可能性高いというねまあこういったアドバルーンが上がっておりますま。記事は読んでいただければと思いますけども物価が上上昇続けているるから追加で利上げをするちょっと2つぐらいね考えてみたいんですけどもまずはね 物価が上昇しているところに利上げをしちゃうとさらに物価上昇するんですよね。で、賃金全然上がってないばかりか23週間連続でマイナスになってるわけですよ。で、岸田総理は賃上げだ賃上げだって言ってますけどもごく一部で賃上げが成功しただけでしかもその賃上げっていうのはこれ一時的なものでねかなりからくりがある春闘ってやつに まあ、ごまかされてるわけですよねでほとんどの中小企業零細企業一般国民っていうのはその一部の大企業の賃上げの煽りを食らって逆に賃下げになってるわけですよでだって国内の GDP って伸びてないわけですよ逆に縮小傾向にある中で一部が賃上げするとその煽りを食らってその賃上げの原資を吸い上げられるもしくは買い叩かれてる中小企業はあるってことですからねでそこに 利上げしちゃうと、じゃあほとんどのその賃金が下がった人が、もう払えない金利を払えっていうふうに言われるわけですよね。特に何がしかのローン組んでる方っていうのは、話が違うぜって話になりますよね。これが一つ。こういうふうな社会不安があるよってこと。で、もう一つはね、通常、日本円利上げすると、円高に触れるはずなんですよ。つまり、ドル円で言うと下の方に行くはずなんですよ。 でも前回みたいに利上げの発表したら円安になっちゃったみたいなことをね、体験すると、これね、利上げをしたら円安に行くのか円高に行くのかもう全くわからないですよね。そう考えると、今回のドル円の状況でね、さらにこのニュースっていうのがどういうふうに市場に影響するのか、もう想像もつかなくなってきましたね。ただ、 FX 市場ってのはどんなことがあってもテクニカルに戻りますからテクニカルに戻るまで、まあ、頭を低くして待つしかないかなととりわけおかしなエントリーをしておかしな資金の喪失を避けるここに終始する守備力を上げていきましょう